こんにちは、みです。今回は株式投資で17万円儲かりましたというテーマでお話をしていこうというふうに思います。まあ、こちらのね、まあ、写真見せていくんですけどね。まあ、これ、僕のですね、まあ、楽天証券の、まあ、スクショになりますね。まあ、こんな感じでですね、99万円か。のね、まあ、所持金が、まあ、資産としてありまして、まあ、17万円ね、まあ、17万2854円ね、まあ、この10月、その18日現在ね、まあ、利益出ますよというね、まあ、こういったね、まあ、ちょっと自慢話みたいな感じなんですけども、こういう風になってますよということですね。まあ、ちょっとね、見方がわからない人もいると思うので、まあ、簡単にね、まあ、紹介をしていくと、まあ、僕が今ね、持っている、まあ、資産ですね。まあ、資産の、まあ、時価評価額って言って、まあ、どれくらいのね、価値があるのかっていうと、まあ、99万円ですと。で、まあ、利益がね、17万円出ていますよということで、まあ、保有という商品が、アップル、ズーム、マイクロソフト、グーグル、先進国インデックス、でバランス型、ナスダック100インデックスね、まあ、これだけの保有の金融商品持っていて、まあ、利益がこんなに出てますよっていうね、まあ、こういったのがね、まあ、今のこのスクショの状況になっていますね。で、まあ、今回ね、まあ、自慢がしたかったんじゃなくてですね、まあ、今回は、まあ、このね、まあ、4つのね、話題で、話をしていこうというふうに思います。でまず一つ目がですね、まあ、公務員とかね、教員でも株式投資できますよという話です。そして二つ目がですね、長期の株式投資は簡単ですよという話です。そして三つ目がですね、まあ、王道の株式投資ですね。まあ、いろいろね、まあ、いろんな情報があってね、まあ、何がいいのかなって困ることあると思うんですけども、まあ、王道はね、まあ、これですよということをお話をしていこうというふうに思います。そして最後四つ目ですね、まあ、僕の戦略は、まあ、こういうふうですよというふうで、まあ、紹介をしていきたいというふうに思いますのでね、ぜひね、まあ、最後までね、ご覧いただければというふうに思います。じゃあ、それでは早速ですね、まあ一つ目のですね、まあ公務員とか教員でも、まあ株式投資できますよという話をしていこうというふうに思います。まあおそらくですね、まあ公務員とか教員っていうのはですね、まあ地方公務員法とかね、まあ国家公務員法によって、まあ副業に禁止規定というかね、まああるっていうね、ふうに今ちょっとでもね、知っている方ね、多いと思うんですけども、まあそのね、まあ公務員法の中でもですね、まあ金融商品へのね、投資と、あとは不動産への投資と、家業のね、まあ農業の手伝いとかね、まあこういったものはですね、まあ公務員の副業を禁止規定の対象外になっています。なのでですね、まあ、いわゆるまあ株式投資っていうのはですね、まあ、資産運用ですね。なのでまあ銀行にまあ預けるとか、みたいな感じですね。まあ、その資産運用の一部であったりとか、財産のね、まあ一つの形ですよっていうね、まあこういった風なんですよね。なのでですね、あくまでね、まあそのまあ利益にね、まあ出ることもあるんですけども、まあ、副業としてね、まあ、公務員の方で禁止されているものではないですよということで、ね、まあ、これはね、知っておくといいんじゃないかなというふうに思います。なので、もちろん不動産も同様ですね、マンションを買って、まあ、家賃収入を得るというのもですね、まあ、法律にはね、まあ、該当しないのでですね、まあ、やっていただいて大丈夫ですよという話です。でまあ、とはいえですね、まあ、もちろんね、まあ、じゃあ何やってもいいのかというとですね、もちろんね、まあ、勤務時間内ですね、もちろん、まあ、職務専念義務っていうのがあるので、もちろん、まあ、授業中とかね、もちろん、まあ、授業中じゃなくてもですね、まあ、勤務時間ないっていうのはですね、もちろん取引ね、まあ、してはね、まあ、ダメですよね、ってことですね。まず、インサイダー取引って言ってですね、まあ、一応まあ、機密情報ですね。本当にまあ、企業内のね、本当にまあ、一部の人しか知れない情報を知り得て、まあ、そのね、まあ、情報をもとにね、まあ、取引をしてしまうっていうのはね、まあ、これもまあ、違反なので、まあ、これももちろんダメですよ、という話です。まあ、あとですね、当然まあ、利益が出た場合に関しては、まあ、当然ね、まあ、確定申告をして、まあ、その利益分のね、税金を納める必要があるので、まあ、これはね、もちろんね、まあ、その、まあ、社会人というか、まあね、まあ国民として、まあやりましょうという話はね、まあ前提になるんですよね。まあこういったね、最低限のルールを守れればですね、まあ株式投資できますよという話です。なので、まあぜひね、まあ今ね、まあこれご覧になっている方ね、まあ教員だったりね、公務員の方であってもね、まあこの動画を見ていただいたりとかして、ぜひね、やってみるのことをね、検討するのもね、いいんじゃないかなというふうに思います。そして二つ目ですね、まあ長期のね、株式投資は簡単ですよという話をしていきます。まあ皆さんね、まあこれ見てる皆さんは、まあ株式投資と聞いてね、どうですかね。難しいなって感じていらっしゃる方もね、まあいるかもしれませんね。でまあ僕自身も結構そう思っていてですね、なんかその結構敷居が高いというかね、まあ自分みたいなね、なんていう、まあ全然知らない人がね、まあ素人がいきなりね、まあ投資のね、なんていうんだろう、まあそのいろんな投資家たちがね、まあ日々ね、トレードしている中でね、いきなりやって大丈夫だかなみたいなね、こういった不安もあったんですけども、まあ実際ですね、まあその長期的なね、まあ短期的なトレードですよね、まあデイトレードって言って、まあなんかチャートを見てね、上がり下がりを見て、あ、今売り時だ。今買い時だ。今損切りしようみたいなね。まあこういったね、まあいわゆるなんかその10万円をね、100万円にしたりね、まあ100万円を1億円したりとかっていうね、まあこういったね、短期トレードってもちろんね、僕自身もできないですし、まあ、これはもちろん難しいんですけども、まあいわゆる長期投資ですね。まあ資産運用としての長期投資っていうのはですね、本当に簡単なんですね。難易度は低いというか、もうほとんどね、まあ頭を使わなくてもできていくっていうね、まあこういった感じなんですね。でまあその根拠がですね、まあ2つありますね。まず1つがですね、まあ世界のね、人口増えていきますよね。まあ、これがどんどんね、まあ、
増えていきますよということで、まあ、当然人口が増えるということはですね、まあ、消費者が増えるわけなんで、まあ、経済も成長していくわけなんですね。なんで、まあ、それともなって世界のね、経済も成長し続けますよっていうことですね。まあ、これがまあ、読み取れるわけなんですね。で、ということはですね、まあ、世界全体の経済が成長し続けるということはですね、まあ、この世界の全般にですね、分散投資をすればですね、まあ、長期的に、まあ、株価、自分の持っているね、株とかね、まあ、そういうものが上がっていくわけなんですよね。なのでですね、まあ、長期的に世界全般に投資をすればですね、まあ、結局、自分の持っている、ね、株は上がるってことはね、そんなに難しいことじゃないってことはわかると思いますね。じゃあ実際ですね、じゃあまあ、どんなことをすればいいのかってことなんですけども、まあ、こういうことですね。まあ、つまりですね、まあ、特定の株ですね。例えばトヨタとか、日産とか、あとまあ、Google とか、Apple とか、まあ、こういったですね、まあ、特定の会社の株式を買ってしまった場合っていうのは、まあ、例えばトヨタがね、ですね、もちろんまあ、電気自動車とか、まあ、自動車とかによって、まあ、他のね、テスラとか、まあ、Google とかね、抜かれてしまって、株価がね、下がってしまう場合もありますし、まあ、Apple とかもですね、結局 Android がメインになってしまって、まあ、Apple もだんだん下がっていくとかね、もちろんスマホに代わりね、何か新しいね、人工知能的なものがね、発明されて、Apple がだんだん衰退していく、まあ、この可能性もちろんあるわけなので、だからね、トヨタとか、アップルとか、まあそういった大きな企業であってもですね、まあ特定の株の株式を買うのじゃなくてですね、まあ株式指数ですね。なんでまあその株価指数っていうね、まあ結構そのまあこういう指数ですね。まあ世界全体とかね、ある程度大きな指数に連動したインデックスファンドをね、買うこと。まあこれがですね、すごくね、まあリスク分散になりますし、まあこれが長期的に上がることになるっていうふうになっていますね。でまあ、例えば何があるかっていうとですね、まあ全世界株式インデックスですね。なんでまあ世界中の株の株価指数に連動した全世界株式インデックス、またですね、先進国の株価指数に連動した先進国株式インデックス、そしてですね、まあ、アメリカのね、S&P500 って言ってですね、アメリカの企業のね、トップ500ですね、トップ500にの株価指数に連動した S&P500 っていうね、まあ、こういったね、まあ、インデックスファンドと呼ばれるものにね、まあ、投資をする、まあ、そういった、まあ、商品を買っていくことによって、まあ、結局、まあ、世界経済全体とか、先進国全体とかね、アメリカ全体に投資をすることになるので、まあ、よっぽどのことがない限りですね、まあ、それはまあ、上がっていくことになるってことなんですよね。僕は、まあ、何買ってるかっていうと、まあ、EMAX C-SLIM。先進国インデックスということですね。まあ、先進国のインデックスをね、まあ、買っていますよということです。で、まあ、僕がこれを買っているについてはね、まあ、後ほど紹介をしていくんですけども、まあ、基本的にね、別にどれでもね、まあ、S&P500 でもね、まあ、全世界株式インデックスでもね、まあ、先進国インデックスでもね、まあ、どれでもいいかなというふうに思います。まあ、どれ買ってもね、間違いないのかなというふうに僕自身は感じますし、まあ、他のね、まあ、投資やってる人とかね、まあ、他のまあ、YouTube でね、投資系の動画を上げてる人を見てもね、まあ、どれでもいいのかなって感じは僕自身はしていますね。はい、じゃあ3つ目ですね。じゃあ王道はこれという話をしていこうというふうに思います。まあ、投資の神様っていう意味の方ですね、ウォーレン・バフェットって方なんですよね。あとまあ田中氏ね、投資っていうね、まあこれですね、中田敦彦さんのね、まあYouTube 動画でもね、紹介してたと思うんですけど、まあ山崎はじめさんって方ですね。まあこの二つ、まあこの二人の方の、まあ投資のね、まあポートフォリオみたいなね、まあどういうふうな投資のね、まあ商品を選べるのかってことについてね、まあ紹介をしていこうというふうに思います。一つ目ですね、投資の神様、ウォーレン・バフェットなんですけども、まあ、実際、ウォーレン・バフェット自体はですね、まあ、個別の株ですね、まあ、一つの企業に、の株を買ってですね、もういきなりバン、バン、バンってあげるっていうね、まあ、結構そういうね、まあ、いわゆる、まあ、なんだろう、まあ、トレーダーみたいな、まあ、デイトレーダーみたいな感じの、結構そういう、まあ、投資をしてたんですけども、まあ、自分のですね、奥さんですね、ウォーレン・バフェットの奥さんに、まあその、投資の素人としてね、まあじゃあこういうふうにやっていくといいですよっていうアドバイスをした。で、まあこういったエピソードがありまして、で、まあそれによってですね、まあウォーレン・バフェットは自分の奥さんに対して、まあ S&P500、つまりアメリカの500個の企業のインデックスファンドに、まあ財産の9割をまあ、投資をしましょうと。で、まあ、残りはですね、まあ、債券ですね。なんで、まあ、国債みたいな、まあ、国の借金ですね。まあ、アメリカの、まあ、借金の国債を、まあ、買いましょうと。まあ、これでですね、資産運用しましょうっていうふうに、まあ、言っているわけなんですね。まあ、この理由についてはちょっとね、詳しくは知らないんですけど、ね、やっぱりね、まあ、S&P500 っていう、まあね、その、まあ、そういう、まあ、インデックスファンドに投資をして、ね、9割投資することはね、まあ、やっぱり奥さんのね、まあ、その老後の資産運用に入れてもいいですよということをね、まあ、ウォーレン・バフェット自身が言っているというわけなんですね。はい、じゃあ、二つ目のですね、まあ、二人目のですね、ほったらかし投資の著者の、山崎はじめさんね。まあ、この方はね、まあ、なんて言ってるかっていうとですね、まあ、先進国株式インデックスに6割、そして国内株式インデックスに4割上昇しましょうということを言ってますね。で、まあ、この方によるとですね、まあ、やっぱりその、途上国に、
まあ、ちょっと、まあ、リスク、ハイリスク、ハイリターンだったりするので、まあ、先進国がやっぱ安定して上がっていきますよっていうのがね、まあ、根拠の一つでして、あとまあ、外国の株ってどうしてもやっぱ為替リスクってですね、まあ、円安ドル高とかね、まあ、円高ドル安とかね、結構こういったまあね、まあ、円とドルとかね、円とユーロの結構こういうね、為替リスクがあるので、まあ、国内株式デックスもね、まあ、4割持っておくと、まあ、それで為替リスクもね、まあ、防げますよみたいなね、まあ、こういったことを言って、モニタリングもしますね。なんでまあ、ぜひね、まあ、こういったね、まあ、ウォーレン・バフェットさんの、まあ、S&P500 に投資するとかね。あと、まあ、矢吹はじめさんの、まあ、先進国株式インデックスとかね。まあ、国内株式インデックスに、まあ、ある程度ね、投資をしていくっていうことがね、まあ、一つ、まあ、大事なんじゃないかなってことがね、まあ、分かったかなというふうに思います。まあ、この上でですね、じゃあ僕自身どんな戦略かっていうとですね、まあ、基本的に僕自身はですね、まあ、先進国株式インデックスと、まあ、ナスダック100インデックスに毎月5万円ずつ投資をしています。で、まあ、余剰資金で、ガーファムですね、まあ、Google、Apple、Facebook、Amazon、マイクロソフト。まあ、この辺のですね、まあ、超大手企業の、まあ、個別株を購入しているというふうにことをしていますね。で、まあ、これ理由についてにちょっとまあ言うんですけども、まあ、僕はですね、まあ、S&P500 ってのは結局アメリカの株ですよね。なので、まあ、それこそ、まあ、トランプ大統領とね、まあ、バイデン大統領の、まあ、大統領選挙だとかですね、またアメリカと中国の、まあ、なんだろう、まあ、その結構そういう、まあ、経済戦争みたいなね、まあ、こういった結構、まあ、アメリカだけだとですね、結構なんかその、まあ、リスクあるんじゃないかな、僕自身はちょっと思ってしまって、まあ、ちょっとね、まあ、アメリカだけの S&P はちょっとなって思ったのと、あと、ま、全世界株式インデックスはですね、やっぱり、ま、新興国が入ってるわけなんですよね。なんで、まあ、新興国もやっぱり、ね、まあ、上がり下がりがあるなって思うと、まあ、アメリカだけでもなくね、まあ、途上国が入ってるわけでもなくね、まあ、先進国の、まあ、インデックスファンドを買った方がいいなっていうふうに僕自身は結論付けていますということですね。まあ、これはあくまで僕自身がってことなんですけどね。あと、まあ、二つ目、まあ、ナスダックを買っているとしたらですね、まあ、ナスダック総合指数に入っているんですね。まあ、いわゆる、まあ、Google、Apple、Amazon、Facebook とかね、あと、まあ、テスラとかもですよね、あと、Zoom とかですね、まあ、結構この辺の、まあ、成長株とか、いわゆる、まあ、なんていうんだろう、大手企業ですね。まあ、アメリカが、の会社の、大手企業の人のところっていうですね、ナスダック総合指数の、まあ、ところで、まあ、上場してるんですよね。なので、まあ、結構、ナスダック総合指数に連動してるところからとですね、まあ、結局ですね、まあ、S&P500 とか、まあ、先進国インデックスとか、ね、全世界株式インデックスよりもですね、まあ、より高いパフォーマンスでですね、伸びていく。まあ、過去伸びていってるんですね。で、まあ、僕自身は、まあ、今後ね、まあ、その世の中の流れ的にもですね、まあ、今後も、ナスダック総合指数の、まあ、その、こういう企業がどんどん伸びていくような感じがしてるので、僕自身はですね、半分をですね、ナスダック総合指数に連動してるね、まあ、ナスダック100で、インデックスファンドに買っているってわけでですね。はい、で、まあ、三つ目、あ、四つ目か。で、まあ、ガーファムですね。まあ、ガーファム、まあ、これもですね、まあ、Google、Apple、まあ、Facebook、Microsoft なんですけども、まあ、これもですね、まあ、今後10年くらいはね、まあ、僕は伸びるかなと思っています。で、少なくともですね、まあ、ここ2年、3年くらいですね、まあ、コロナ禍の中ではですね、まあ、このね、まあ、ガーファムっていうのはね、まあ、伸び続けていくと思います。なので、少なくともですね、まあ、ここに、まあ、ここ2、3年はね、まあ、伸び続けると思って、まあ、買ってますよってことですね。なんで、まあ、こういう、まあ、感じですね、僕自身は、まあ、ね、最初に紹介したですね、まあ、こういった風なですね、まあ、ポートフォリオを持って、まあ、運用していますと。まあ、その結果ですね、まあ、現にですね、まあ、現在、まあ、10月18日現在だと、まあ、17万円乗り切れてますよってことですね。なんで、まあ、80万ちょっと買って、もう今ね、17万円増えて99万円になってますということでね、まあ、まずね、僕のね、まあ、予想は、あながち間違ってないのかなってことはね、まあ、読み取れるのかなっていうふうに思いますね。でも、ぜひね、まあ、これはあくまで、まあ、僕自身の考え方なので、まあ、いろんなね、まあ、その皆さん自身がね、まあ、もし、まあ、投資やろうかな、もしね、まあ、買ってみようかなって思ったらですね、まあ、ご自身の、まあ、判断だったり、まあ、ご自身で情報収集されて、まあ、選んでいくっていうね、大事かなっていうふうには思ったりもします。はい、じゃあ、今回のまとめですね。まあ、今回は、まあ、僕自身ね、まあ、株式投資で、今、17名儲かりましたという話をしましたがね、まあ、結論ですね。はい、4つありましたね。まあ、まず1つ目はですね、公務員か教員でもね、株式投資できますよっていう話です。まあ、そして2つ目がですね、長期の株式投資は簡単ですよという話をしました。そして、まあ、3つ目ですね、まあ、大手はですね、やっぱり、まあ、全世界とかね、まあ、先進国とか、あとは、まあ、アメリカのインデックスとかといいよっていう話でした。まあ、最後4つ目ですね、まあ、個人的にはですね、まあ、ナスダックとかね、まあ、ガーファムもおすすめだよっていう話をしました。なので、まあ、今回ですね、まあ、お話しした内容を踏まえてはですね、まあ、別に、まあ、投資をね、まあ、しましょうと言ってるわけではないので、ね、まあ、したらね、まあ、結構、まあ、勉強にもなりますし、まあ、結
結局、資産運用としてはですね、すごく僕は有効だなと思ってますので、ぜひね、やっていただけたらいいかなというのも思いながらもね、こういう世界があるよということもね、知っていただくといいんじゃないかなというふうに思ったりもします。はい、じゃあ今回の動画はこれで終わるんですけどもね、このチャンネルではですね、今回はですね、教員を退職した後の、生き方働き方についてね、話をしましたがね、普段はですね、結構教育的ニュースとか、あと未来の教育について話してほしいとかですね、あと結構学校現場って残業が多かったですので、定時で帰れるね、今日の時短術についても発信をしていますので、こういったチャンネルね、いいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご清聴ありがとうございました。